えー、インスタグラマー、カッコ、フォロワー30万人が、ね、2年間で2人のホストに約10億かけた太客、自称月収6000万円で派手な暮らしぶり、収入源は公開しておらず不明、ステーマしまくるので、おそらくス捨てエた FX とかが主な収入源だと思うんですが、こんなに儲けないものなんですが、数年前から放置してますが、ショップ店やアパート暮らしだったような人を自分で稼ぐ力があると言っているので、家族やお金の支援を受けてるという線はないと思うのですが。えっと、あの、儲かってるって言って、その儲かるノウハウを教え回すみたいな形で、金稼いでんじゃないですかね。 で、実際貢いだって言ってるだけで10億円も貢いでないと思いますよ。あの、仮に10億円貢ぐとしたら、多分年賞としては20億円ぐらい必要で、で、20億円ぐらい売り上げて10億円の利益が出せるんだったら、日本の基準でいくと上場できます。<laughs> あの、日本って大体ね、5億ぐらい利益出せると上場できるっすよね。 なので、あの、10億円利益出せるっていう時点で、あの、もう、一人に上場企業並みなんですよ。で、あの、公開情報でいくと、えっ、ー、とね、何年か前に、あの、YouTuber で今300万登録いってるひかりさんが、えっ、ー、と、年商5億みたいな方をしてたんですよね。 今はもうちょっと多いかもしれないですけど、確かあの当時ね、もうチャンネル登録者数200万人とかあったりするので、チャンネル登録者数200万人で、その100万再生がいっぱいあるような人でも、せいぜい5億なんですよ、売り上げ。で、もちろんコストもかかるので。なので、その、発送に10億かけたっていうのは、だいぶ厳しいんじゃないかなと思いますけどね。はい。なので、あの、もうちょっとわかりづらい嘘をついた方が、騙しやすいんじゃないかなと思います えー、え、二十そう、なんかあの、お金持ちですって言ってて、なんかあの、俺の海外の別荘を紹介しますみたいなので、 なんかあの、その写真、このホテルの写真じゃねとか、あの、不動産屋の写真そのままパクったんじゃねとか、あと外国のインスタグラマーとかで、あの、世界中いろんなとこ旅行してますっていう写真をあげるんだけど、なぜか雲の形がいつも一緒っていうインスタグラマーの人がいて、多分だから合成するときにその綺麗な空っていうのを毎回合成したんだけど、その、この雲すごくねみたいな。もう、この人世界中行くと、必ずこの雲ついてきてるけど、マジこの雲優秀じゃねみたいな。それつ っが入るみたいなのがあってなであの金持ちアピールをする人っていうのは基本的に金がない人だと思うんですよ。もあの金持ちアピールをしてて今のところ本当に金持ちだと僕が確認できたのは ZOZO タウンの前澤さん。前澤さんは会社をそのなんか1700億円で売りましたっていうのが Yahoo!、うん、も発表してるのでで1700億円の通帳も見せてるんですよ。 これ重要,、ね、その要は、まあ、通帳はのの CG で作る可能性もありますけど、まあ、多分そこまでする必要ないっていうんで,でもう一人金持ちが青白王子で億だからそのなんかもともと十何億稼いで,で納税が足りないとかで1億8,000万円足りないとかで有罪判決を受けてるのでなのであの十何億儲けたは確実に事実なんですよ。 で、ただそのこの会社を売って何億円で売れました。例えば、じゃあ会社が50億円で売れました。っていうのをなんか俺金持ちです。アピールする人いるんですけど、その50億円がその人個人一人に入ってるかっていうと実は確証はないんですよ。要はその会社ってあの株主がそのまあ買収した場合、その株主からその株を買い取るんですけど、その株が。 何パーセントがその人の持ち物かっていうのは、その、あの、プライベートカンパニーの場合だと、上場してない会社の場合だと、何パーセント株持ってるか分かんないんですよ。 なので、創業者ですって言っても、実態としてはいろんなそのベンチャーキャプタルに株を配ってたりとか、スタックオプションとか、その中あの取締役とかに配ってて、その会社としての株は実は10%しか持ってませんみたいな人の場合って、50億円売ったんすよって言ってても、実態としては5億円しか手元のないっていう場合があるんですよね。で、その合計に対して所得税がかかったりするので、結果としてキャッシュではもう3億ぐらいしかありませんみたいな。 で、50億円ありますって言って付加してるけど、手元には3億しかありませんってなると、いや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 ってなるじゃないですか。なので、その基本的にはそのなんかあの、その、ちゃんとこう証拠がなくて金持ちアピールする人は僕は疑って見てます。なので、あの、本当の金持ちは脱税で捕まってるやつです。あの、竹藤の長男とか、あの、竹藤っていう金貸しがあの、まあ、今でもあるのかなあると思うんですけど、で、あそこの長男が、 脱税で捕まって、えっとね、十何億の相続税かなんか払ってないっていので捕まって、で、結果として税務署に勝ったんですよね。その、香港に家があるけど、それはあくまでその、なんか脱税のための家なんじゃないのっていうのになったんですけど、でも形式上半年以上香港にいたから、その、 実態がどうであれ半年以上香港にいるんだったらそれはその納税地は日本じゃなく香港だよねっていうので裁判で買ってでそれが確か十何億円だったと思うんですよね。っていうのがあるのでなのであの竹藤の長男は金持ち。であのギャンブラーでその会社の金その会社を売っ払って何億円溶かしたっておじさんとかいるんですけどあのタイプは。 その、要は、ギャンブルでもともと会社の金を横領して何億か溶かしてるので、会社の株売ったとしてもきっとギャンブルやってると思うんですよ。だからキャッシュいくら残ってるのかっていうと、そんなに残ってないと思うんですよね。 あわかんないですよ。大王精神の人残ってるかもしれないですけど、結局その、あの、会社売ったんだよねって言っても、もともとなんかその横領して何億円もそのギャンブルに使うような人が、会社売って金がありましたって言ってギャンブル治ってないと思うので、そしてやっぱり溶かしてると思うので、だからなんか多少は残ってると思うんですけど、そのなんか売った時の額残ってるかっていうとそうでもないんじゃないかなと思うんですよね。 だからトランプ大統領も本当に金があるのか問題っていうのもあって、不動産はちょこちょこあるんですけど、結構借金してんじゃねえのっていう話もあったりするので、だってなんかその金持ちアピールしてる人が本当に金を持ってるのかって、結構微妙なんですよ。なので、えっ、ー、とね、まあ、あの、散財、アホな金の使い方をしてる人で、それを自慢する気がない金持ちは本物だなって思うんですよね。だ例えばその、 俺金持ちですっていう散財をするんだけど、俺の稼ぎ方を知りたい人は、このオンラインサロンに入ってくださいとか、この情報詳細書いてくださいみたいな人って信用できないんですよ。で、あの、テスタさんっていうあの株の投資をしてる人がいるんですけど、あ年毎年毎年っていうか、まあ、なんか、なんか一週間ぐらいで、あの、今回何億儲けたとか、今回何億損したとかってるんですけど、で、あの人ね、あの、変な金の使い方するんですよ。一昨年ぐらいになんかスイッチ配るわとか言い出して、 なんかあの子供のためにスイッチを配りますって言ってなんかアマゾンとかでアホみたいにスイッチいっぱい買って配ったりとかであの僕がパソコンを配りますってやってるのもなんか500万円寄付しますみたいなの今回2回目もねあのお願いしてるんですけどというので割とあのその金配りをやるんだけど別にじゃあその僕の作ってるアプリに参加してくださいとかなんかそのフォローしてくださいとかも言わず単に金配りますっていうだけなんですよねっていうああいう人はじゃあ本当に金あるんだろうなって気がしますけどね